お疲れ様です。無料のビットコインのコーナーでございます。今日は7月2日ですね。宝くじってものがなんかあることが分かりました。というのがさっきね、宝くじをなんか知らないけど自動的に16枚もらえましたってことで連絡来たんですよ。なんかこういったこともあるんだなと思って、宝くじはどんなものかなと思いましてね、宝くじのページここにありますんで、ここをクリックしてそのページに降りてきました。そうするとね、宝くじの1等の賞金は 0.008 ビットコインらしいんですよ。まあ、ですんでこれを1000万円換算すると、だいたいビットコイン何円分がもらえるかってことが分かりますよね。ちょっとそれぞれ計算してください。2番目3番目金額ちょっとずつ変わってますけども、まさに宝くじね、当たるビットコインのその宝くじのナンバーによってもらえる報酬が変わってくるってことですよね。で、抽選があと5日っていうことなんで、1週間に1回ぐらいやってるんですかね。で、今回私がもらったチケット16枚ね、16枚もらって、全部で世の中に流通してるチケットが今これだけありますんでね、私の当選確率、何かが当たる確率は 0.001% っていうことでね、すごい低いパーセンテージなんですけども、ただこれね、宝くじをね買って増やすことができるんですよ。宝くじのチケットは 0.001 ビットコインなんですけども、今結構買えますね、私ね。それこそ100枚1000枚ぐらい買えますよね。へー、まあ買わないですけどね、買わないんだよ買ってたまるか。で、当たった人の当選番号が出てますね、ここね。だから私もこれをちょっと今度見に来ようかなと思ってます。まあ宝くじだったらね、ちょっとやってもいいかなって気になってきましたね。ここが減っちゃうんだけど、で、宝くじは一体当たったら、まあビットコインがもらえるんで、ここが増えるってことですよね。だからこれをちょっと減らして、これを増える可能性にかける、まあギャンブルしましょうって話なんですよ。まあ宝くじね、自分でお金を出すこともできるけども、この増えたビットコインでちまちまかけることもできますので、まあそれはやってもいいかなっていうふうな気はしますね。はい、今回はでも宝くじ16枚が自動的にもらえましたんで、これが当たればなと思ってるところでございます。すごい低い確率ですけどもね、確率 1% の1000分の1ですよ当たりそうにないですね。はい、それでは以上です。